東京オリンピックの開催を再来週に控え、野党議員が羽田空港を訪問し、水際対策の現場を視察しました。一番驚いたのは、一般の見送りに来ている我が日本の国民の皆さんと、新規入国したての人がトイレもコーヒースタンドも同じの使えちゃうと。羽田空港には海外からのオリンピック関係者が 1>, 1日およそ100人のペースで訪れています視察した立憲民主党の議員は空港の中の通路について入国するまでは関係者と一般客に区別されているものの入国後は自由に動けるため感染対策が不十分だと指摘しましたまた政府は自民党の会議で空港で陽性が判明した場合の濃厚接触者の特定について 対応を強化する方針を明らかにしました。航空会社から座席情報の提供を受け、陽性者と同じ便に乗っていた人全員に対し、スマートフォンのアプリで濃厚接触の可能性を通知するということです。その上で、保健所が重点的に位置確認などを行います。